レーもない、ブルーしかないよ。ブルーしかないの。よく覚えてますね。みんなちゃん入ってきたのブルーみたいな、そういう。それ聞いてた。聞いてたよ、多分。聞いてて。好きなお尻らしいです。好きなお尻って。イエイ。イエイ。じゃあハイタッチして、ハイタッチして。イエイ。ハイタッチ。イエイ。おお、そういう風に。大丈夫。兄さんどうなの？ん？どういうこと？ゆり子推し？まあゆり子ちゃんはお酒飲むから。ああ、そこ。結構コミュニケーション取る機会は多いよね。飯誘っちゃおうかな。お？誘っちゃおう。あれれれれれ。あら。あれまあ、いいですね。いい感じですね。うん、バリスタ大丈夫？いやちょっとイラッとしてる感じしましたよね。やっぱチラチラしてたもん ね、はい、でもバリスタの水着すごかったね。すごかったですね。なんなんすかここドロンジョ様みたいなやつだもん。やってたよ。いやでもあのよかったな、ランニング終わりで履けていく時のあのさ、あちょっとなんかついちゃったかもみたいな、どれどれみたいな、あ結構やばいかも、ごめんごめんなさ いあれね、あれよかったな。雨の中良くないですか。超よかった。いやほんでそうタップがさ、まこちゃん、はい、好きなお尻なんだってって言いました。はい、言いました。イエイ。あれだからあのイエイちょっとね、うんうん、私あなたのことをちょっといいと思ってますよの、うん、ちょっと意思表示だったんじゃないかって俺は思ったんですけど。わかる。なんかあんま関係なかったらお尻好きだって、えーそうイエーイとかだもん。そうなんですよ。今俺姉さん俺それ言おうと思ったんですよ。はい、ですよね。どういうことですか。だから好きなお尻なんだって、あちょっと嬉しいかも、あやだ変な間が空いちゃってる、これじゃあ私がちょっと嬉しいかもって思ってることがバレちゃう。いいえ。そういうことなんだ。わかりやすい。だからみのりは一歩踏み出したわけ。